ご視聴を始めます。7月28日に青森市役所前で開かれた追悼集会。参列した人たちが青森空襲による犠牲者を悼みました。76年前のあの日、青森市の市街地はアメリカ軍の爆撃を受けて火の海となり、1018人が亡くなりました。この悲惨な事実も今、戦争を知らない世代が増え、風化が進んでいます。後継者不足、それもあるので、そこをね、どうしたらいいのか、いくら呼びかけてもなかなか若い人たちの心に響かないみたいなんですよね。そこで青森空襲を記録する会の相馬新吉さんが今力を入れているのが、戦争を若い世代に語り継ぐための映像制作です。5、4、3、2、1。はい、それではいよいよ敵機襲来。目を開けられないほどの煙の中、あとはどこをどう逃げたのか記憶がはっきりしません。気がついた時、この日は講談の愛好家坂本則秋さんが青森空襲を題材に制作した新作を撮影しました。防空頭巾の代わりに掛け布団をかぶって逃げる人、すでに息絶えたのも知らずに黒焦げになった幼児を抱く母親、申し訳ありません、実はこの文章を書いてるとき、私はどうもね、このところがちょっとうるっときますね。はい、ありがとうございます、はい、素晴らしいね。いや、よく調べられてますね。撮影した動画は動画共有サイトに投稿して、多くの人が戦争について知る、そして学ぶための環境づくりをしています。他にもインターネットを活用して若い世代へ伝えることに取り組んでいます。はい、定刻になりましたので始めたいと思います。じゃあ皆さん、こんばんは。こんばんは、はい、私は今回のこの隣にパソコンやスマートフォンを利用したウェブ会議です。青森空襲を記録する会は、いつもの年であれば参加者を募って空襲の後をたどるツアーを開いていますが、これを今年は新型コロナの感染対策としてウェブ会議で行うことにしました。今村治美会長が写真を使いながら被災状況を生々しく語っていきます。青森市内みんな焼けてしまって、市役所も焼けてしまうんですね。行くところがなくなるということで、この蓮華寺の地下にですね、市役所を置いて、市役所が復興するまでですね、ここで市役所としての機能を果たしたと。初めてウェブ会議で開催された青森空襲の後をたどる集いには、その手軽さから関西や関東に住む人も含め、およそ30人が参加。中には高校生の姿も。青森空襲を知る会っていうのをツイッターで知ることができて参加したんですけれども、もっと周りの若い世代、特に高校生にも知らせていかなければならないと思いますし、若い世代がその青森空襲を記録する会の会員にならないっていう話があったので、もうこれを機会に自分もぜひ入会したいと思います。青森空襲を記録する会に高校生が入会するのは初めて。ネットを使った情報発信の効果です。若い人が結局、スマホからほとんど情報を得てるので、スマホで見れない情報というのは若い人たちにしてみれば世の中にないのと同じですので、そこにやっぱり上げていくということが一番大事かなと。見ていただければと。戦争を体験した人の証言をどのようにして後世に伝えるか。これから戦争を知らない世代がさらに増える中、平和への思いを託された若い世代からも共感を得られるための模索が続いています。
多くの尊い人命と貴重な財産が一夜にして奪われたのであります。合唱。